おはようございます。8月12日木曜日朝5時52分ぐらいかな。6時前です。5時50何分でございます。今日はこんな雲が出てますよ。ああどうジョーダン、こんな感じですよ。鶏が鳴いて犬が走って散歩してる人がいて、こんな感じですよ。あれ止まんないのか。また昨日のあの犬がいた、痩せっぽと白黒ポンちゃん、白黒ポンちゃん、もう一匹いつもの、ほらいつもの、おーいいますよ。来た来た、ポンちゃんが、これこっちから行こう。エロイリン、なんか遠くからおまわりさんみたいのが見てますけど、スースチビちゃん、来ましたね。あれ元市長さんと私の友達3人、また言ってましたよ。ワクチンやんないんか、ワクチンワクチンワクチンって言ってますよ。こんな感じですね、雲。これからまたパーッと晴れてくる予定ですよ、これは。はあ、こんな感じかな。また緑の軸に。モーターですね。はい、マイオンブンタ、朝マンか、セブンイレブン、セブン。ジプニーが来ましたよ。
今日は縦のビームですね。昨日は横のビームだったけど、縦のビーム。まだ時間が早いな、これ。多分まだもうちょい、もうちょいですよね。今日も日の出を撮影してきますよ。マイオンブンタテイクビジュアバーアローアローアローバーノーナイスワールドユーワールドユーバリギアバリギア。涼しい。エレベーターの中。ちょっとだけ涼しい。こんな感じ。今日はこんな感じで行ってきます。日の出を取りに。じゃーん、着きました。こんな感じですね、今日は。なんだかまだはっきりしてませんね、天気。こんな感じですよ、今日は。第三ブリッジ見えますよね。マクタウンセブシティの第三ブリッジ、第三ブリッジ。今日は空の具合で、あの釣りワイヤーが見えませんけどね。吊り橋のあのワイヤーがちょっと雲の加減で、な感じですね。でっかい雲に食べられてます。今太陽が食べられていますね。なんかもやがかかってますね、遠くの方。もやってことは暑くなるってことですね。今日もこんな感じですね。西側雲が今日はこんな感じ、太陽に光ってますね、反射して窓が。ジプニーが
木の下で止まっちゃいました。ジプニーが、太陽が少し顔を出してきましたね。ちょっと太陽、縦のビームです。今日は真下はこれバイクの駐車場、隣が車の駐車場、またブルーのポルシェで来てますね。これブルーのポルシェ、ここからだとあの第三ブリッジが少ししか見えませんね。この下はヒポドロモ地区です。ヒポドロモ、今6時、多分6時5分頃だと思います。さてどっちのエレベーター、あ、左か、いるかな人が。ファイフロアグラン、バイク、またドア開けっぱなしで行っちゃいますよ。ほら、またあのレストラン、
またあのレストランス。今日は遠慮しとこうかな。真ん中がアヤラです。アヤラモール、来た。お掃除のおっちゃん。ここから太陽はこんな感じです。こんな感じ。なんか会社終わった人たちがいっぱい帰りますね。このビルディングから会社終わった人たち、ほら若いですよね、みんなさん。若い人、こういう人がみんな長ズボンですね。短パンな人はいませんよ。現金輸送車が来ました。また窓開けっぱなしで走ってる。ドア開放しながら。ジップが2台来ました。ジップまた開放してあるドアが。これも開放してあるドアが。今日の第一部、これで終了したいと思います。